さあ本日はですね、新しく、リリースになりました。これは本日ということでいいんですか？はい、リリースになったというですね、人機一体感を向上する自動変速機構 YAMT を開発。クラッチ操作からの解放で直感的かつ意のままに二輪車を操る楽しさを創出だそうですということでですね、まあ簡単に言うとオートマですよね。はい、オートマだけど変速機構付きのものがですね、今回まあ発表になったというところなんですけども、多分ねニュース的には地味だと思うんですよね。なんでかっていうと、まあ俺には関係ねえかなっていうふうに考えてしまう、この字面だけ見ると、まあ、そういう方々が多いんじゃないかというところなんですけども、これはですね大きな変化ですよというふうに思いますよ。はい、というところでですね、一体今までのものと何が違うのか、じゃあスクーターとは何が違うのとか、他メーカーさんの機構とは何が違うのかというところをですね、ざっくりお話ししていこうかなというふうに思います。よろしいでしょうか？はい、お願いします。はい、前も一回やりましたもんね。ただ今回はリリースがちゃんと正式にされてるので、うん、これを聞き終わったら、もうこれ見ていただいてる皆さんはなんとなくよくわかんないけど、分かったような気持ちにだけなったけど、人に説明するのはよくわからんっていう状況までいけるっていう素晴らしい動画でございますよろしいでしょうか？というわけで、まあ簡単に言うと、クラッチレバー、そしてシフトペダルを取っちゃったよという自動変速トランスミッションですということになっております。シフト操作を手元のレバーに集約することで、より直感的なギアチェンジを可能にする。ライダーをクラッチおよびシフトペダルの操作から解放し、意のままに二輪車を操る楽しさや人機一体感の向上に貢献しますということですね。何のこっちゃっていう感じですね。人機一体は分かりますか？最近よく分かんないけど、四文字熟語にはまってらっしゃるご様子で、ヤマハさんはもうことあるごとに四文字熟語でこう攻めてきますね。よく分からん感じで MT-09 のダークサイド感出したりとかしてますね、うん、まあそんな感じでございます。でそのうちの人機一体というのはですね、やっぱ人間と機械がまるで一体化したというところでですね、あれなんて言うんでしたっけ？ケンタロス的な、まああんなイメージなんじゃないかと勝手に思ってますけども、全然違うかもしれないけどね。はい、そんなのやりたかったらね、1日で1000キロぐらい走ればもう嫌でも一体化するんですけどねなんかどこまでが手でどこまでがハンドルか分かんなくなりますからね。なりません？これなります。手が棒のようになって感覚がなくなって、手から先がハンドルじゃないですか。こっちに手が伸びていく感じよりはハンドルがこっちになっていく、手になっていく感じですよね。こっちがもう棒とかしてということで、麻痺による人機一体っていうのもあるんですけど、そんなことをしなくてもすぐ人機一体になれるというのがですね、今回の YAMT が表現したいところなのかもしれないですね。はい、一応ですね、どうやら四輪バギーとかの方でわりかしこの辺を、開発していたようですね。で目的としては道路とか景色を見るゆとり、そして操作する時の安心感、そして二輪車の楽しさの可能性とユーザー層を広げる技術ですって書いてあります。多分ユーザー層を広げる技術ですがですね、一番言いたいやりたいところだと思いますよ。勝手に言ってますけど、はい、多分いろいろごちゃごちゃ言って、人機一体感を向上させるぞ、景色を見るゆとりを持たせるぞ、操作に対する安心感の向上をやるぞ、二輪車の楽しさの可能性を追求するぞって言ってるんですけど、最後のユーザー層を広げる技術を目立ちすぎないようにするための、まあ枕言葉のようなもんなのかなと、勝手に言ってますけど。はい。まあなんで一体的な気持ちになるのっていう話をすると、シフト操作しなくていいじゃないですか、足で。だからずっと2グリップしてられるんですよね、きちっとね。ズリズリしなくていいので、まあそういうところでですね、まあより良くなっているという、人機一体感が出るというところがですね、まああるのかなという感じの、お話だと思います。ちなみにですね、まあいろいろ話をしたんですけども、ここからですね、まずメリットですね。実はね、機械としての注目ポイントがあって、今回重さの話、つける場所の話、その辺がちょっと結構でかいんですけど、それは後ろに回させてもらって、まず機構としてはですね、ちょっとややこしい話になりますよ。もうすでにあくびしてますけど。はい。ECU と MCU、アクチュエーター制御を司るモーターコントロールユニットのことです。アクチュエーターというのはですね、じゃあ実際にギアチェンジを変えたりするような、こう伸ばす棒とかアイロンですね。はい。アクチュエーター。ちなみに電気式アクチュエーターというのを使ってると思います。で、そのメリットとしては、その、必ず一度学習したものをですね、同じだけの動きを必ずやってくれるというのがですね、電気式のアクチュエーターの魅力ですね。多分そういったものの登場で、こういう機構がよりコンパクトに正確に使えるようになった。つまり電気で制御できるものが多くなった。はい、油圧がどうとか空気圧がどうとかっていうアクチュエーターよりもですね、まあ、正確にちゃんと同じように動いたりとかですね、細かな制御ができる。だから人間の足が操作をした時の動きと同じことをその範囲内でやることができるようになったと。つまり ECU、
エンジンとか車体をコントロールしている、そういうコンピューターですね、あのコンピューターができることが増えてってる、アクチュエーターとかそういう技術にの登場によってと考えていただければいいんですけど、何のこっちゃだか分かりましたか？電池ですよね。まあ昔に比べて電気仕掛けでできることが増えたと考えていただければいいんじゃないかという感じでございます。まずはですね、変速スピードが凄まじく速いようです。これプロのライダーが変速するよりも速いスピードで皆さんが変速できるようになっちゃうというですね、機械様々な装備になっております。そして多分一番気になるところだと思うんですけども、どれぐらい自然な制御なのかというところですね。例えばクラッチって完全に切ってる状態と完全に離してる状態だけではないので、そこもですね、エンジン制御とクラッチ制御をですね同時にやることによってですね、あの変速ショックをですね、なんとですね、あのものすごく低減することができると。だから単にライダーはギア落としたい上げたいと思うだけでですね、心配なく、あのギアの今ギア変えたら姿勢が乱れるんじゃないかとか、そういう心配事がなくですね変速することをできる、またはバイクが勝手に変速していくことができる、その速度とかに合わせて状況を無視して姿勢が乱れないようにできるからね。はい、なぜかというと全部がもう ECU がコントロールしてるからですね。アクセル回路とかもそうですし、まあいろいろなそのブレーキ制御とか、あとそのアクセル回路も単にその前進するためのアクセル回路だけじゃないですね、そのバックトルク的な部分だったりとか、いろんなところをですねもう全部電気仕掛けで制御していることによって、車体がどんな状況下でもですねシフトチェンジによって乱れないように作ってやるという感じでございます。わけわかんない話になってきましたね。ちなみに MT モードは自分でガチャ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 ギア変えたい人がハンドルスイッチでパドルしていくモードですね。そしてこれは皆さん車でも味わったことあるああいうやつですね。そして逆にですね、もうアクセルとブレーキしかやんねえよっていうですね、はい、AT モードですねを備えております。で AT モードは要は本当の意味での機械の統合制御になるので、変速ショックとかそういったものを一切心配することなくですね、発進すら含めてバイクが全部やってくれると。それもあなたよりも上手にということですね。はい、失礼な言い方になりますけど、もう 99% の人々はですね、むしろ 100% かもしれないですけど、その人より上手に機械がやりますよ。なぜなら統合制御で人間が考えれることよりもたくさんのことをですね、全部、彼らは知ってますね。はい、ECU は全部知ってます、いろんなセンサーでですね。なので、まあ、そういう風にしてですね、逆に人間は脳みそを使わなくてよくなった。昔はですね、洗濯板で洗濯をしてですね暮らしてたと思うんですけども、そして洗濯し終わったらですねすすいで干してっていうことをやったと思うんですけど、はい、今はもう洗濯機がもう乾燥まで終わらせてくれるというふうに考えてもらえればいいんじゃないでしょうか。はい、今回の注目ポイントにしていきたいと思うんですけども、これ単純に人間がやる楽しい仕事を機械が奪ったよっていうふうに捉えてしまうと結構ねもったいない感じかなと思うんですよね。考えたくなりますけどね、なんかつまんなくなるんじゃないかとか、何か楽しさを失うんじゃないかっていうふうに考えるかもしれないんですけども、 AT モードと MT モードがまずあり、例えば練習することが完全に趣味だったらどんなに上手にギアを変えることができるか、クラッチも含めてねっていうことを練習することが目的だったら、それはまあ楽しさを失うことになるでしょうね。はい、にはなるんですけども、ただ思い通りにバイクを操ること、それもコーナーを抜けることだったりとか、そういうことをですね考えていく場合は、これはきっと圧倒的に有利に働くものじゃないかなと思います。自分の意思でギアを変えることができるので、まあ好きなタイミングでガチャガチャギアを変えながら走らせていくというところでですね、勉強にもなる気もしますしね。はい、FGR の時にすごい勉強になりましたけど、乗ってこんなに上手に制御してくれるんだったら自分ももうちょっと頑張んなきゃって思いましたけどね。はい、そういう意味ではですね、新しい楽しさを創出しようとして作っている商品ですね。単にユーザー層を増やすだけ、 AT 限定の免許の人でも乗れるとか、まあ実際これどうだか分かんないですけど、法的にね乗れます、乗れる DCT も、おー素晴らしい、ということで AT 限定免許が一気に広がりそうですね、そうするとね、うん、はい、そしてマシンもだって MT-09 ですからね、これリリース画像がというところがですね、まあ、なかなか面白くて、で新しくなったその楽しさっていうのは、小気味良さなんじゃないかなと思いますよ。今までできなかったことに対するそのストレス、例えばコーナーの最中に頑張ってる時にギア変えろなんて怖くてできないですけど、そういったこともですねできてしまいそうな感じですね、見てると。なので、操作範囲が広がってる可能性もあるんですよね、というところだったりとか、ツーリング中のストレスもう大体楽しいのって一部だけですからね。はい、その楽しいっ
ところだけは自分で楽しんで、帰り道のストレスなところは機械にやらせるっていうのもですね、とてもいいんじゃないかなと思いますよ。これ奈良半君はもう万歳で受け入れる機構ですよね。はい、いいじゃんこれっていう感じですよね。そして注目すべきポイントは軽くてコンパクトなんですよね。これがとても大きい、この YAMT の、まあ、優位性のところなんじゃないかなというふうにですね思います。ここがまあ個人的にはやっぱり一番気になるところだったんで、あのでかいものがついて重たくなってしまったりとか、不細工な出っ張りがクラッチの横につくとか、そういうことがないというところがですね、あの非常に大きい部分なんじゃないかなというふうに思います。で、重さってとってもオートバイにとってはですねシビアに大切なものなんですね。例えば2キロとか3キロの重さでも、つく場所によってはすごく重たくなったりもするんですよね。上の方についていくと重たくなるし、先端部分、前の方とか後ろの方についても重たくなるんですよね、バイクってね。だからそういうところもですね、かなり今回は、とことん、考え込まれている部分だし、普通のバイクのエンジンにおまけとしてこの機構を取り付けてるような印象の映像ですね、これね。はい、見てると。はい、ちょっとこれ画像出せるんですよね、うん、はい、エンジンの画像が今出てると思うんですけども、赤でくくってあるところがですね新しくつける機構なんですけども、いずれもですねなんかもうエンジンの外にあるようなものですね。はい、通常我々がクラッチレバーを握るところについてる、機構だったりとか、足で踏むチェンジペダルのところについてる機構だったりとかするので、ほぼ普通のエンジンにプラスでくっつけましたよと言わんばかりのですねものになってます。かつそれがエンジンの背中に背負っている状態だから、これがですね今回の一番大きなところですね。バイクをダサくしない、これ大事ですよね。そしてバイクを重くしないというところはですねすごく大きなポイントなんじゃないかなと思います。で、これ今後ねやっぱり正直 AT バイクの AT 限定免許の話もそうですし、大型バイクも AT 限定あるんでしたっけ。あります。あるんだ。大型の AT 必要です。あ、そういうことですね、はい、かつその結局その車なんかほとんどオートマじゃないですか今で。でもやっぱり昔はマニュアルじゃないとって言ってる人たちたくさんいたんですけども、今はもう結構 AT 多いですよね。まあ一部マニュアルじゃないとっていう人もいますけど、そういう時代の変化とともにバイクも AT 免許で乗れるような商品、ギアを変えなくても乗れるような商品が今後やっぱり必要になってくると思うんですよ。それはその時代の要求で、もっと気軽に免許を取ってもっと気軽に乗りたい。バイクに乗る楽しさって別に機械を操作するクラッチレバーを握ることだけではないので、まあそういうところでですね、今後やはりマーケットを広げていく意味でもとても重要なものになってくるんですけど、そこに対してですね、やっぱり AT のバイクだとダセーよなとか、AT のバイクだと重いよなってなっちゃうと意味がないので、そういう意味ではですね、既存のものに後付けしたかのように付けてあるこの機構というのはですね、完全に未来を見据えて作ってあるなというのがですね、まあよくわかる。この画像を見ただけでもよくわかります。ちなみにこれユニット重量 2.8 キロです。どう感じますか、 2.8 キロって。 2.8 キロのダンベルじゃパンプアップしようがねえよっていう感じですよね。はい。で、まあ、2.8 キロのイメージってどんなもんかっていうと、ガソリンでいうと多分 3.5 リッターぐらいですかね。 75% ぐらいの重量なので、多分 3.5 リッターぐらいのガソリンタンクの中が 3.5 リッター多いか少ないかって皆さんわかりますって言ったら、分かる方少ないと思うんですよね。あの3リッターだけガソリン入れてどう変わったって言われた時に、入れたかどうかは秘密だよって言われたら多分分かんないと思うんですよ。そのぐらいの重量ですこれ。はい。そしてかつガソリンタンクよりも低い位置についてますからね。はい。さらにもう一つ言うと ABS ユニット、まあおじさんたちは記憶に新しいですかね、ついた時のことって、あれがおおよそ4キロですね。初代の ABS ユニットが 4.5 キロぐらいかな、重さ的にこんぐらいのブロックの塊で 4.5 キロですね。今ちなみにどれぐらいだと思います？できることは増えてますね。チャンネル数が増えたり制御がいろいろ増えたりしてるんですけど、当時は 4.5 キロでした。3キロぐらいですか。おー、来ましたね。ちなみに現状 450g でございます。うおーというわけでですね、このユニットもまあ簡単に言うとモーターが2つついて、まあ、ソレノイドがついてという機構になるんですけども、今現段階だと 2.8 キロです。多分初期の ABS ユニットよりも軽いので、多分皆さんお気づきにならないのが普通だと思うんですけど、はい。ただ、まあそれがですね、とりあえずもう最初からその重さになってるっていうのも、もう驚くべき感覚ですよね。はい。というところも含めてですね、非常に期待が持てる。これはもうバイクの操作性に影響を与えるような重さじゃないし、それをこの位置、インジェクターの下ですね、エンジンが背中に背負ってる位置なので、外部からほとんど見えない感じですね、これね。はい。で、まあついてくるというところでですね、
あの下手したらよりメカメカしくなってかっこよくなるかもしれないですよ、はい、横に飛び出さないんで、というところも含めてですね、非常に期待が持てるユニットになっております。一気に広がる可能性があるってことです、いろんな車種に。そしたら嬉しいでしょ、だってオートマ免許取れば MT-09 乗れたら嬉しくないですか、うん、ねえ。で多分絶対あのクラッチついてるのが楽しいからって力説できるかどうかは乗ってみないと分かんないですよ、はい、もしかしたらこっちの方が楽しいかもしれない。だって今もう嫌なんでしょ、クイックシフターないとみんなそんなことないですか、はい、いやいや俺はクラッチ握りたいんだよってまだなってる人もまあゼロじゃないでしょうけど、ちょうどホンダドリーム別の法人、うん、で3拠点ぐらい回った時に、はい、みんなレブル1100はすげえ売れてるんですよ、はい、売れ線なんですけど、はい、もちろんマニュアルと DCT 選べるんですよ、はい、最近もう比率がどんどん変わってきて、はい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 、圧倒的に DCT らしいですよ、あらららららはいはいはい、乗る層も、うん、相まってですけど、はい、どうなるか分かんないですよねちょっと予想外だったんで、で悲しいかな、うん、現実としてこれ多分正直虚しい話をするんだけれど、このバイク自体が同じ技術力を持った運転技術の人が乗り比べた時に絶対こっちの方が速く走れるんですよね。変速スピードとかも違うし、その結局これ車と同じことが起きてて、車でもそうだったじゃないですか、オートマチックの方が今もう速く走れるじゃないですか。で多分ダイレクト感も下手したらこっちの方が強いんですよね。ってなった時にはですね、本当にオートバイに乗ってビュンビュン走ったらどっちが楽しいかと言ったらですね、わからないですよっていう話なんですよね。本当に普通のアナログな方が楽しいのかどうかっていうのはもうわからなくなってくる。さらに行き帰りかったるい時はもうアクセルとブレーキだけスクーターでいいんですよ操作が、ってなっちゃったら魅力が増えたという感覚の方がしっくりくる可能性ってありません？というところでですね、そういったものをですね、ヤマハのアプローチとしてはコンパクトにかつ車体の外に出さずに、かつ既存のエンジンにプラスアルファで付けれるような形で、この、技術をですね、まあ用意してきてるということですね。 MT-09 のあそこ随分スカスカだなと思ってましたけどそういう仕掛けだったんですねっていう、もうこれを見越して開発してたんじゃないかということでですね、結構これ大きいトピックなんですよ実は、はい、というところでですね、まあだらだらと気候の話を最初にしちゃったりとか、まあつまんない話いろいろしちゃったんですけども、これ食わず嫌いで終わらすにはあまりにももったいないので、まあぜひぜひ皆さんちょっと登場をお楽しみにというか、今のところリリースになってるのがこれだけなので分かることはこれしかないんですけど、これだけ分かれば上等ですけどね、もうね、はい、というわけでですね、いろんなところで面白いものが開発されてますけども、ヤマハの今回のアプローチは結構注目を持てるものなんじゃないかなというふうに今回は思いました。というわけでいかがだったでしょうか、ぜひですね、新しい世界が待ってると思って楽しみにしてですね、実際に販売されましたらですね、最寄りの YSP に見に行っていただくのもいいんじゃないでしょうか、今回はこの辺でお別れですね。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。